私が今いるところはですね、フランスのパリの郊外にあります非常に広々とした雰囲気のいい公園、です。すごくね、天気も良くて、はい、皆さん本当にこうね、歓談したりとか、ゆっくりねリラックスしてる、まあ、そんなねいい雰囲気の公園なんですけれども、MBA ラウンジいいですね、今回フランスの MBA に特化した個別の相談会の方を行います。フランスのね MBA に興味があるよっていう人は、まあ、ぜひ参加してもらえるといいかなと思います。フランスの MBA の特徴、まあ、簡単に言うとね、まあ、3つあるかなと思ってます。1つ目はですね、非常にインターナショナルということですね。本当に国籍が豊かでいろんな国から来てて、インターナショナルスチューデントの割合っていうのが 90% を超える、まあ、そんなスクールもあるということですね。で、2つ目はね、トップスクールということで、MBA のねランキング、グローバルランキングとか見てもやっぱトップにねランクするスクールがあるよということ、それでね、まあ、人気が出ているということですよね。で、3つ目、これこそねフランスの MBA の特徴かなと思うんですけど、ラクシュアリーブランドマネジメント、まあ、コスメティックとかファッションとかね、ブランド品とか、そういうラクシュアリーインダストリーに特化したマネジメント、こういったことをね学べる、そういったプログラムもあるというところですね。まあ、これがね、まあ、主な、まあ、フランスの MBA の特徴3つかなと思います。なのでね、ぜひこのフランスの MBA 興味を持っているよという方はですね、相談会でいろいろ私の方でも説明できればと思っておりますのでね、皆さんの参加お待ちしています。